皆さんこんにちは、手橋秀です。今日は2回目の、ライブ配信です。ライブ配信するかしないか迷ったんですが、やはりこういうですね、ちょっと心を打たれるようなところに来るときちっと記録として残しておきたいなと思いましてライブ配信です。今ちょうどですね、夕日がちょっと落ちかけているところで、なんて言うんでしょう、ちょっと涙が出てきましたね、やっぱりね。これはもう僕は恥ずかしい話ですね、ここに来るのが初めてなんですね。でテレビとかいろんなところでは見てるんですけども、やっぱり自分の目でですね、きちっと何回もこうぐるぐる回ったんですけど、なんかすごいやっぱり鳥肌が立って、これはもう間違ったことは間違ったらことしたらあかんと、間違ったことは間違ったもうノーときちっと言わないとあかんなっていうのをね、本当改めて、思った次第です。これはね、本当に、はい、日本人としてね、生まれて日本人のこのいろんな方々、たくさんの方々の犠牲、20万人ですからね、一瞬にして一つの、たった一つの爆弾で20万人の人々の命がね、一瞬で亡くなったというね、これをちゃんと保存して世界に訴えているこの姿、先ほど読んだら4回補強工事をされているみたいです。まあ、地震対策もあって、世界中の、ね、人々からたくさんの寄付金が集まって、その中から4回、今ね、かなりの補強をされて今現在あるみたいですが、本当にね、日本人だけでも海外の人もたくさんね、この前で手を合わせて写真を撮られて、たくさんの方々がやっぱり来られてました。まあ、そんな意味で、今日ですね、まあ、ライブ配信させていただいて、まあ、少しでもね、こういう、たくさんの方々の本当に命の犠牲の中で今の日本が豊かに暮らしているということに、また改めてですね、感謝をして、今まあ愚痴なんか言うてる暇ないなと、愚痴不明、不満とかね、不平不満、ストレス、いろいろと、皆日本人はストレスが多いとか言うてますけども、そんなこと言ってる場合ではないなという感じを改めて受けましたということです。はい、こんな感じで、まあ、ここ中にはもちろん入れませんけど、昭和39年生まれですから、ちょうど、昭和20年の8月6日ということなんでね、そうかと思ってね、20年後に僕は生まれてという、こういう悲惨なことがあったんだということを改めてですね、はい、見ております。もうね、来られた方はもちろん、これは僕が言うほどのことでもないので分かると思いますが、もうとにかく何でもそうですよね、やっぱり今便利な時代で、こう映像とかがテレビとか出てますけど、やっぱり本当エネルギー的に、なんていうかな、磁場というかな、なんかこう感じるものがね、全然違いますよね、本当に。はい、いう感じでございまして、